3x3 を盛り上げようダイムライブ2021-22サポーテッドバイ日本郵政イエーイ。いやー、この配信はですね、東京オリンピック新種目として採用されました 3x3 をさらに盛り上げるべく、ダイムのメンバーとさまざまなジャンルの著名人が1時間のトークライブをしていく全10回のシリーズとなっています。今回8回目はまずですね、ダイムから有明葵選手。はい、よろしくお願いします。そして第8回のゲスト、ビッグゲストですよ、トヨタ自動車アンテロップスから、マウリー・ステファニー選手と山本舞選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。いやすごい、そしてすごいですね、はい、モデレーターはバスケ雑誌 WA の編集長大柴総平が務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。というわけで、割とね、ダイムライブちょっと芸能の方とか続いてたんですが、今回はあれですね、視聴者に全く説明の必要もないゴリゴリのバスケ界からもう現役日本代表が来るという素晴らしい会になりました。ですね、改めて振り返ったんですけど、もう2021年3月って1年経ってないんですよ、トヨタ自動車アンテロープス、あの優勝から。もうなんか、お二人の活動が怒涛すぎて、あれ3年ぐらい経ってるんじゃないのっていうぐらいの感じなんですけど、実はこの1年の間に優勝 W 取ってからの、すぐ5月にはオリンピックの出場権をゲットして、さらにオリンピック出て予選突破して、その後9月末ですよね、アジアカップ出てって、で10月の頭に優勝して、さらに10月の末に W リーグが開幕して、で2月には、ワールドカップの予選に出場されたということで、もう怒涛の1年でしたけど、大丈夫ですか、お二人はコンディションとかもうメンタル面とかは大丈夫な感じなんですか。そうですね、まあ、メンタル面で言えば正直、まあ、勝った時もありますし負けた時もあるので、すごく波っていうのは、はい、正直あるんですけど、まあ、体のコンディションで言ったら逆に言えば常に、うん、なんていうの、最盛期というか、そこをキープしながら常に最盛期素晴らしい、頼もしいできてるので、あの落ちることなく、そこは良かったかなと思いますね、はい、なるほどなるほど、はい。そんな2人のですね、まあ、バスケの話まずは聞きたい、本当は聞きたいところなんですけど、まあ、あのインサイダー活動とかもうお二人で出てらっしゃるんで、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、お二人非常に仲がいい、さらにあの桜花学園時代からねチームメイトということで、まずはあのお二人の関係性をちょっと知ってもらおうと、視聴者に勝手に知ってもらおうということで、こんな企画を用意しました。まず最初にですね、マウリ選手が山本選手、山本選手がマウリ選手のタコ紹介をしていただこうと思うんですがどんなキャラかというね、性格重視でちょっとプレスタイルをしてるんで。ああ、はい、わかりました。そうですね、あの1個下なんですけど、うん、一応1個下なんですけど、はいはい、本当に普段からこんな調子なんですよね。同期同期ってくるんですよ、本当に。周りの方にもすごい、同期じゃないのって勘違いされることが多くて、で、まあ本当に普段はわちゃわちゃキャーキャーみたいなキャラなんですけど、やっぱプレーになった時にもパッと、なんでしょう、切り替わるところは、まあ、すごくいいところだと思いますし、でも普段はのほほんとした女の子ですね、ピンクが大好きな。確かに大人だから、大人だった。女の子、はい、もう本当にキャピキャピです。キャピキャピな女の子ということで山本さん本人 の反論があれば大丈夫です。キャピキャピ、キャピキャピ感なくなってきた、なくなって大人になってきたので、抑えてますね最近は。静かに おとなしい清楚系女子目指してます。大きくまだ早い、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 若いのは武器だから。先輩からありがたい言葉が、若いのは武器、確かに。
はい、ということで逆襲チャンスで山本さんからマウリ選手の紹介をお願いします。マウリさんはマウリ中学校の時から知ってるんですけど、あ、中学から、はい、中学でも愛知県でもう必ず決勝とかでも何回も当たってて、もう本当相手だったらもう絶対嫌だった選手なんですけど、うん、まあ、本当味方だったら本当に頼もしい方で、いいよいいよ持ち上げよう今日は私はで、なんかその中学から見てるからなんか本当にすごい、なんか自分が言うのは何なんですけど、できることがめっちゃ増えて、なんて言うんだろう、すごい成長をそうだね、本当になんか、ね、それを、そう、今バスケ面ってことですよね。そうですね、バスケ面いやいいよ、大いに褒めよう。バスケ終了、バスケ終了終了です、はい、すごいってことですね、はい。で、オフコートは、オフコートは、まあ、そうですね、まあ、なんていうんだろう、まあ、常に踊ってますね。そんなことない。そんなことない。常に踊っている。あとは、まあ、あと、すごいいろんなことに興味があります、バスケ以外に。多趣味っていうのかな。あ、そうだね。多趣味です。ピアノとか、まあ、いろいろ。ピアノ、なんですよ、はい、意外、趣味でいろんなことに興味があって、それを全部手つけちゃうからすごいなって思います。ちなみにピアノ以外は何ですか？あ、そうです、あの最近、ま、これ趣味っていうか、まあ、まあ、そうですね、趣味の一つなんですけど、最近あの簿記のテストを受けようと思ってピアノからの、あ、急な、はいはい、あの11月に TOEIC のテストも受けたんですよ。で、なんかそういう、なんでしょう、資格じゃないけど、そういうのをなんか一回受けてみる力試しみたいなのが結構好きでやるんですけど、はい、今は簿記のテストに向けて3月末の頑張ってます。すごい。すごいっすね。現役の選手でそんな、なんか山本さんもね、なんかインタビュー記事読んでた、英語めっちゃ勉強してるとかって、すごいな、うん、めちゃくちゃ、いやでもマウリ選手はあれですよね、これウィキペディア情報なんで怪しいですけど、あのご両親と英語で喋ってるとかって、あ、そんなことないですね、日本語でそんなことない、そんなことない、ウィキペディア修正しとかないから簡単日本語で返しますね私は。山本とかずっと勉強しすぎて最近かまってくれないんですよ。勉強、あ、ごめん勉強ばかり言って、もう最近全然遊んでくれないですね。ショックです。ちなみに二人、あの山本さん普段は敬語なんですか、タメ口なんですか。タメ口です。お方とか言ってたけどさっき、タメ口なんですね。じゃあできたらね、普段のまんま言っていただければと思いますけども、はい、あのえ、もうあの桜花の時からこんな仲良かったんですか？いやー全然です。あ、やっぱりこう、まあ、チームも同じになってっていう。そうですね、桜花の時は仲良くなったきっかけとか覚えてます？あ、自分がトヨタ自動車入るときに、入る年が自分一人だったんですよ。で、それでそのまあ一個上の一番近かったのがルミさんで、でもずっと面倒見てくれてて、それで仲良くなってね。そうですね、うん、まあ、高校の時ももちろんあのスターティングファイブでガードでやってくれてて、はいはい、結構あの話す機会も多かったんですけど、まあ、試合中は結構あの気が合うよねみたいなことは多かったんですけど、はい、なかなかそんな近くになることなかったで、うん、普段の時はね、うん、こんなに仲良くなるとは思わなかったですけどね。でそこからさらにね、トヨタ自動車だけではなく代表活動 3X に5人制にっていうことで、ますますという感じなんでしょうかね。なんかまあこの1年、さっきも言いましたけど、もう死ぬほど忙しかったじゃん、ずっとバスケだったじゃないですか。ってことはずっと、要はずっと一緒にいたと思うんですけど。そうなんです、この1年。なんで、なんかあの、
顔芸。一緒にあのいる中で、まあ、1年転生してって、どうですか、なんかお互いの印象に残るエピソードなんかあったら教えていただきたいんですけど。エピソード、めっちゃすごい覚えてる、覚えてるっていうか、もう最近の記憶だなって思うのは、本当にあの、はい、オリンピックで負けた日の夜はすごい覚えてますね。あもう最終日、最終日、ここまで本当に何でしょう、まあ、ポイント稼ぎもそうですし、オリンピック予選もやって、ここまでめっちゃ頑張ってあっけなく終わる夜みたいな、そこで2人で選手村のベンチで負けたーって言いながら泣きながら、ね、どうするこれからとか言いながら、そこで喋ったのは覚えてますね、はい。あ、どうするこれからあの時あれ2人とも泣いてましたっけ、なんかマウリ選手が泣いてた、まあ、こんな話蒸し返したのもあれかもしれないですけど泣いてたような記憶があるんですけど、山本選手も号泣状態ですか。そうですね、2人で話してる時はもうやばかったね、うん、もう振られた OL みたいな OL 2人でずっとしたなるほどね。まあ悔しさもね、ずっと、まあ、あの予選突破したのがすごかったですからね。劇的な試合で突破してきてますからね。そこまでのプロセスが、どうですか、有明さんもね、ずっともちろんご覧になってたわけでしょ、あの予選から勝ち上がっていく姿を。もちろん、はい、もちろん、そのあの2人がね、負けて泣いてしまったって言ってましたけど、私はもう2人が活躍して、OKT で。切符を取って、オリンピックの切符を取って、でオリンピックで活躍してアメリカに勝って、もうすべて、うん、私はもう嬉し泣きをさせてもらいましたよ本当に一人で見てたんですけど、基本的には、はい、もう一人で本当に、はい、泣きましたね。 OQT の決めた試合とアメリカ戦、あ、最後もか、最後も私もなんか同じ気持ちでなんかちょっと戦ってた感勝手にあるんですけどすごい、もうやっぱりはいはいはい、うん、まあ、でも負けてしまったけれども、やっぱりなんかこう伝わるプレーは2人やってくれたなと思いますよね。うん、本当にもうなんかもうありがとう、本当ありがとうっていう感じ、うん、素晴らしかったと思います。やっぱりアメリカ倒したのもすごいですよね、はい、当然のことながら、まあ、何せ優勝したわけですからね、アメリカ結局。うん、そうですね、まあ、でも正直 OQT の時からはい、フランス対アメリカの試合を見ていて、準決勝が上がってくるかって感じだったんですけど、うん、アメリカ上がってきたら勝てるよねって話をしてて、マジっすか、やっぱそうなんだ、相性っていうのはあるなと思って、結構アメリカ勝因じゃないかなっていうのは話してたんで、オリンピックでそれがしっかり勝ててよかったなと思いますね。ああ、そうなんだ。ちょっとじゃあそこら辺の深い 3X の話はちょっと次のコーナーに譲るとしました。ちょっと山本さんからこの1年でマウリさんとの印象に残る会話とかエピソードあればお願いできますか。あるでしょ、一つや二つ。マウリさんとのエピソード？一緒にいすぎて。そう。一緒にいないと寂しいみたいな、むしろ。なんだろう。なんだろうね、オリンピックのそれと、オリンピックあ、すごいな、こんなオリンピックの話の後にそれぐらいの話がいいと思ういやー、はい、ワールドカップ予選最近なんですけど、はい、ホテルにピアノがあったので、まあ、ステファニーさんはずっとやってたんですけど、うん、でもそれに自分も便乗して教えてもらってピアノをやったっていうエピソードです。下手？下手？
ちょっとちょっと、最近あれですよ、女子代表、地上波とかも呼ばれますからね。ライブライブだったらこれで済むけど。優勝されるやつや。いや、と自分が、ね、あの左手担当、右手担当でやってて。あであの、ジャスティン・ビーバーさん の, あのホーリーっていうのを、はい、あの伴奏なんで、すごい簡単なんですよ。単調な曲なんですけど、はいはいはい、それがもう はまったというか、もうそれしかやらなくなって、もうそのリズムを一生歌ってるんですよ。本当に頭もうやめたいって思うんですけど、ジャスティンさんには申し訳ない、本当に申し訳ないですけど、ちょっと聞きたくなくなっちゃうかなっていうぐらい。そんなこと、いや楽しんでたね。一曲弾ける。ちなみに普段どんな曲聴くんだお二人は。聞く、あ、二人共通して聴くのは多分 BTS。 BTS もう、まあ、なるほどね。私が沼に引き込みました。引き込まれました。やっぱ試合前とか上がるんですか BTS で、はい、そうですね、もうやる気出ますね。めちゃくちゃ。おー、いいですね。やる気スイッチソング。有明さん BTS ですよ最近の若者は。有明さんは BTS？ いや残念ながら私はですね、うん、はい、最近でもなんか言われてみるとダベルの時は聞いてたんですけど、最近なんかたまに落語とか聞いてる。あ、それはそれはなんか、はい、いやなんかちょっと最近落語面白いなみたいな。これね、そうそう、俺も落語聞くんで、これ、ちょっとマウリ選手と山本選手を置いてけぼりにしちゃうんで、それ次回にしましょう。そうです、ちょっと今日、はい、今日も。これは落語トークは次回にしましょう。はい、はい、ちょっともう試合前は、はい、最近落語いいなと思ってますね。はい。試合前ですか？試合前にたまに聞いてるときありますね、落語。リラックスしたいみたいな。あげるんじゃなくて、そうですね。こう緩く、あ、なんかこう、起承転結でちゃんとケツで終わってっていうのがなんとなくこう、はいはい、試合もそういう流れが大事だなみたいなモチベーションの上げ方みたいな。ダメダメ、私の話はいいんですよ。はい、ちょっとまたこれ別途しますか。 3X の試合とかね、枕やってる時間ないですけど、はい、まあいいや。確かに確かに。はい、そんなわけで、あ、ですね、コメントも結構来てるんですが、なんか質問あったらね、ぜひぜひあの私拾いますんで、皆さん視聴してくださってる皆さん、ぜひぜひ。私ちょっと質問していいですか？お願いします、もちろん。私ですか？え、なんかもういろいろあるんですけど、その高校時代とか今までで、おいおい、え、喧嘩したこととかあるんですか二人？おお。ああ。めっちゃなんかもううわーみたいなことはないんですけど、あの山本選手に怒られることはあります。そう。どんな感じで？それこそあの仲良くなかった。仲良くなかったわけではないけど近しいわけではなかった時でも、まあガードなんでやっぱ声張るじゃない、うんうん、エンドさんって言うからって言うから、どういうふうに、まあ、普段とかも結構しっかりしてっていうふうに怒られますね。それはね、はい、怒るんで、注意ね、注意ね、約忘れるんで、うんうん、そういうのは確認したりします。なんとか持ったとか。おかん。あれごめん、年上どっちだっけ。あれあれ。そうなんだ。あ、じゃあバスケの時は、あ、バスケの時もそうか、普段も確認とか結構こう山本麻衣選手の方が布施選手に、そうですね、確認したり指示を出したりする方なんですね。年下だけど信じてます、もう動きますっていう感じですね、はい、なるほど。でもはい、言いたいことは言う、言う、そうだね、喧嘩にはなんない、喧嘩はないかな、まあ、喧嘩は難しいよね、年上だもん。ちょっと待って、今気づいたわ。確かに確かに。喧嘩、対等、対等、対等か、あ、対等か、オッケーオッケー。まあ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 、コートの上立ったら年齢関係ないから。
はい。なるほど。ていうか、ガードがそうやってね、なんか高校時代とか、こう、自分を抑えちゃいそうですけど、ガードがガンガン言ってくれた方がチーム的には良さそうな感じもしますよね。なんとなく。声出ないよりは。はい。本当にスタートで頑張ってくれてたんで、本人の経験もありますし、それに対して自分たちも信頼してたので、もう、ガン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 やってましたね。はい、いろんな先輩を。いいですね。はい。仲いいですね。うん。この間に質問もいただきました。ミッコ、ミクリリーさん、コートネームの由来という。おお、確かに。話が来てますかね。私のコートネームの由来は、僕は先輩につけてもらうんですけど、高校時代に。で、その時に、レブロン・ジェームズが好きで、好きですって言ったんですよ。で、その時、本当は本当に30分とか結構時間かけてみんなでしっかり考えていくんですけど、ちょっと私たちの代がお昼の時間で先輩たちが眠る前時間でちょっともう早くみたいな感じだったので15分ぐらいしかもらえなくてもう自己紹介してもう候補出してこの中から選んでってなって、あじゃ あとレブロン・ジェームズのレムでってなって、自分はレムさんっていうんですけど、はい、下の子しか知らないですね結局みんなステって呼ぶので、そうですね、今ステってホームページもステになってますよね。あ、そうなんですよ。なんで幻のコートネームというか、はい、そんな感じです。はい、そして山本選手、自分はコートネームリムなんですけど、はい、放課の時につけてもらったコートネームで、まあ人に夢を与える選手にの夢からドリームからリムなんですけど、おお、名付け親がレムさんですあ、そっか、あれ、お互い普段ってコートネームで呼び合ってます？はい、そうだね。あ、でそれはステさんじゃなくてレムさんなんですね、山本さん的には。はい、自分はレムさんです。なるほど。え、それはもう今言った通りのちゃんとした理由、ちゃんとしたって言うんですけど、ドリームからつけたんですね、ちゃんと。裏はないですね、マオリさん。私はちゃんと時間をかけて考えてあげる。20分ぐらい ?20 分ぐらい ?20 分。5分増えた。はい、考えて。いや、選ぶだけなんですけど、自分のやつを選んでくれたっていう。たまたまだよね。本当に、はい。ああ、そういうことか、そういうことか。候補あったんだ。なるほど、なるほど。そっからも気が合うかもしれないですね。わかりました。じゃあ、ちょっと質問また拾いますが、次のトークテーマ、お二人のね、仲の良さも分かってきたということで、次のトークテーマいきたいと思います。トークテーマ2なんですが、3x3 に挑戦して感じたことということで、多分なん、まあ、これ、勝手に私が、そうなのかなと想像してるだけなんですけど、女子って、プレミアもできたの遅かったじゃないですか、男子と比べると。で、もう急に来て、もうオリンピックもう2年後だみたいな、そういう状態だったと思うんで、結構いきなりその 3X のこと知らない状態からやることになったのかなって想像してるんですけど、どういう感じで最初、そんな感じですか？始まった時って。自分は、3x3 に興味があって、自分が始める前何回か、まあ、何回かって言っても1、2回なんですけど、はい、イオンモールとかでやってるじゃないですか。で、はいはいはい、やってたりしたので、それを見に行ったことがあって、で興味はすごくあって、でその中で代表に呼んでいただいて、でそれで挑戦したのが初めてですか。2018年かな、2018年の最初、ダブルの人が参戦したのが一番最初の。はいはいはい。知らなかった。そうなんですね。もともとご興味があった。マウリ選手はどうですか？私は、まあ、もともと、多分知らなかったですね。本当にスレックスリーって、多分、ことは知ってたんですけど、実際そうやって見たりとかは全然してなくて、
で、初めて呼んでいただいたのが、呼んでいただいたというべきなのか分かんないですけど、アジア大会ですね、アジア競技大会で、5人制の代表でアジア競技大会に行ったんですけど、で、はい、その時に同時に 3x3 が多分初めてアジア競技大会でやったんですけど、その時に急に部長さんの方から電話が来て、で、なんかやったなと思ったんですよ、その時。叱られると。もう叱られると思って、部長さんから直接電話が来るなんてこともないんで、思ったんですけど、で、出たら、3x3 に怪我人が出たから出ないかって言われて、どっちで、なんか、多分登録した選手、もうアジア競技大会に登録した選手しか出れなくて、で、なんで、ああ、そういうことか。人生の方から借りるしかないってことになって、なるほど。で、その時ヘッドコーチだった長谷川さんが、私を指名してくださって、で、そういう話が来てるけどってなって、あ、じゃあ、まあ、いいチャンスなので、やらせていただきますって。いうことになって、でもまあやらせていただきますって言った日が、その大会が 3x3 の試合が始まる2日前だったんですね。で本当にルールも何も知らないので、決まった瞬間、はい、戻って YouTube 見てルールを調べて、でフォーメーションとかも全然わからないので、次の日に皆さん、あ、じゃあ始めましてよろしくお願いします。で、まあもうね、今となってはもう本当にオリンピックも戦い抜いた今の自分が振り返って、お二人の最初の頃ってどういう驚きというか、どんな感想を抱いたんですか？いやー、もうきついの一言ですね、まず。最初、うん、最初楽しいだった。いや、それはあるじゃん、ずるい。それはずるい。それはずるい。うん、っていうより楽しいのが今ですよ。あ、本当、知っていくほどきつかった場合は。あ、そういうことね。うん、もう私は続けなきゃいけない。正直もう3人いて全員動かないと役に立たないというか、なんかあるじゃないですか。うん、5人制って正直1人ずっとコーナーにいても大丈夫じゃないですか。確かに。それがそれがないんで本当にきつかったっていうのはあるんですけど、でもやっぱり自分自身がボールを持つタイミングとか増えますし、そのやりたいことをやるチャンスっていうのは増えるので、それはすごい楽しかったなというふうに思いますね。じゃあ、そのきついところからどうですか、ちょっと見てる方に分かりやすく、今ね、そのコーナーで休んでる暇もないっていうお話出ましたけど、技術とか戦術でこう結構違う、ここが違うのよっていうところをちょっと教えていただけます？やっぱり何でしょうね、カバーというかヘルプっていうのがもうほとんどないので、一人抜けたら正直結構穴ができやすいですし、やっぱりそのミスマッチとかができたし、ミスマッチ、その大きい選手が小さい選手についてる瞬間とか、もうその瞬間瞬間の判断っていうのを早くしないと、もう、しかないんで、その中でどう攻めるかっていうのを、しかも自分たちで考えなきゃいけない監督もいないので、それは最初は大変だったんですけど、やっぱ分かってくると、なんでしょうね、うわ、これもあるよ、これもあるみたいな、なんか選択肢がどんどん、それはすごい楽しいですね、選んでいくのは。なるほどね、はいはい、瞬間瞬間にパパパッと浮かぶようになっていくと。そうですね、最初はもうこれしかないって思っても、これしかできない。なるほどね。面白いですね。あれってヘッドコーチ、今ね、お話しあったでいらっしゃらないですけど、4人全員やっぱものを言うんですか、それとも司令塔みたいな人が言うんですか？いや、日本代表では。基本的には全員言わないと、言わないとっていうか、本当に指示に従ってるだけじゃどうにもならないですね、3x3 は。作戦通りにもいかないし、ここ抜けると思ったのに抜けなくなりました、どうしますかみたいな質問が、それは本当に自分で考えないといけないと思いますね、はい、なるほどね。有明さんもね、両方5人制も 3X も
経験されてますけど、ちょっとそういう観点からお二人に何か質問あります？ああ、そうですね。東京オリンピックの時、OQT もそうだったんですけど、やっぱりこう、私もその、なんだろうな、それぞれのコミュニケーションの取り方っていうのをすごく意識しているところなので、みんなどういうこうコミュニケーションを取ってるのかなっていうのは、こう、タイムアウトの時とか、結構注目して見てたんですね。うん。なんかこう、篠崎選手とか、西岡選手の4人だったと思うんですけど、なんかそれぞれ逆に2人、なんだろうな、篠崎選手が年上だとは思うんだけど、結構そこはもう関係なく、もうみんな平等にこう意見を言い合うっていう中にはできてたのかな。そういうし、なんだろうな、関係性はもう出来上がってたよね。はい。なんか、割と、うん。お母さんも自分たちの意見聞いてくれるし、すごい話しやすかったっていう、そういう感じは上の2人がしてくれてたと思う。ああ、そうだったんだ。そうそう。でも2人がすごい発言してるのも印象的だったんですよ。なんかこれもなんか 3x3 の年齢関係なくちゃんとコミュニケーションを取るっていうところは大事なポイントなのかなと、はい、思って見てました。なるほどね。コミュニケーションそんな重要なんですね、はい。そうですね、言われてみればね、はい。あれってベンチに1人座ってるじゃないですか。ベンチ座ってる人の方がやっぱり冷静なもんなんですか、そのタイムアウトとかになると。ああ、うん、いやもう、私はあんま調べない。え？いやもう正直あ、もう分かるよ。もう回復に時間がいっちゃう、体力回復にね。3秒とかで交代になっちゃう時とかもあって、いや、まだやると思うんですけど、いやもう一回魂自分抜けちゃいますね。結構分かる分かる。きついですよね。きついですね。はい。なんかこう交代を訴えられても目を合わせないとかよくやりますよ、ダイムのメンバー。あ、なんか次あの子交代しそうだなと思ったけどもうちょいみたいな、こうすみたいな。はい。なるほどね。はい。お、じゃあちょっとコメント来てるんでいきますね。小祝四つ葉さん、スリーポイントが2点なのが一番の違いでしょうと来てますけど、やっぱこれ重要視するんですか、スリーポイント。いますね、やっぱり。うん、やっぱ世界で戦ったら日本は小さいんで、やっぱスリーポイントの重要性っていうのはやっぱ上がりますし、5人制だとやっぱスリーポイントが、はい、スリーポイントな2倍にはなんないじゃないですか。もう2倍って、はい、結構ダメージがありますね、うん、やっぱ重要ですね、やっぱそこは2ポイント。なんかそうです、もう山本選手はもともと2ポイントというか、5人制でいう3ポイント得意だったと思いますし、それがすごい生きてると思うんです、 3x3 の場面で。で、周り選手の方もなんか積極的に前より打つようになってる気がしてるんですね。でそれがやっぱ5人制にも生きてるところってやっぱあります。あ、そうです。ちょっと待ったコール。お、あ、それは後半のテーマになってるんだぜ。はいはい、頭出しだけしておこうかなと。これは覚えておきましょう、その質問からいきましょうね。はい、はいはい、3は果たしてマウリ・ステファニー選手の3ポイントは 3X から来ているのか。いきましょう。うん、はい、はい。というわけで、ではではですね、そんな後半戦にも行きたいので、ちょっとこちらのハーフタイムコーナー行きたいと思います。ハーフタイム企画、What's 3X3? イェーイ。というわけでですね、これ、ダイムライブ恒例になっておりますが、ダイムライブをサポートしてくださっている日本郵政さんが、What's 3x3 という 3x3 の魅力を伝えるコーナーを、インスタグラムや、ホームページで公開してくださってるんですが、毎回ですね、このハーフタイムは、この What's 3x3 から、ワンテーマずつ拝借してトークしていきます。今回はこちらでございます。画面切り替わるかな？はい。いいですね。ご覧になっていただけてるでしょうか。見た目は小さき、重さは一緒。こちらのやつ。これね、
ちょっとトリッキーなんですけど、これ男子目線なんですよ。男子のボールが7号球で、それに対して 3X の、ボールは6号球とサイズが一回り小さいです。ただこの天秤の絵を見てもらって分かる通り、重さは7号球分あるのよという話で、ただですね、女子は W も大きさ6号球を使われていると思いますので、女子目線だと大きさは変わんないのに重さがちょっと重いということになるのかなと想像してるんですが、このちょっとボールの違い、それぞれちょっと感想をお願いします。はい、アジャストってできるものなんですよ、簡単に。アジャストは結構、まあ、できてたと思います。自分が一番最初にやった時も、大会の2日前、3日前とかに、行って練習ちょっとして1日2日くらいしかできなくて大会だったんですけど、自分はそうですね、あんまり気にならなく、自分は逆にボールが重たいからこそシュートが安定してくれる、なんていうんだろう、 3x3 のボールの方があむしろいいかもしれないですね。いやー、でも私苦労しましたね、すごい。おワンハンドなので、はい、本当にあの、なんでしょう、自分ずっとワンハンドだったわけじゃなくて、あの、はい、社会人になって2年目ぐらいからあのスリーポイントをワンハンドで打つようになったんですよ。うん、でそれはツーハンドだったので、でその時本当に始めた頃はワンハンドに切り替えた直後ぐらいだったんで、タイミングが届かなくて、最初ツーハンドで打ってたんですよ、 3x3 も、もう届かなくて、で本当にまあ確率ももちろん悪くて、でもあの本当にだん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 何回もあの代表合宿に呼んでもらえるようになって、であの自分が慣れてきたら本当にさっき山本選手が言ったみたいに安定するので、そこは本当に入りやすいというか、まあ、確率は上がるのかなというふうに思いますね。はい、なるほどね。なんか溝も違いません？ちょっと。そうですね。めちゃくちゃキャッチしやすい。あ、しやすいんだ。しやすい。なんか持ちやすい。フォーム的にガッて持ったときに、ワンハンドのときはすごい打ちやすいなって思います。あれって、プロの方ってキャッチしてから合わせるんですか、溝。手に。ツーハンドの山本さんは首を横に振っております。スピード勝負なんで、もうそうですね、はい、さすが。私はちょっと合わせるかな。そうなんですね。あれ、有明選手はどうですか、 3X のボールと普通の5人制のボールの違いは。はい、あの私も山本選手と同じ意見というか、あの 3x3 のボールの方が安定しますね。なんかこう元々、はい、5人制の時ってなんか あんまり実は確率良くなかったんですけど、 3x3 に転向してからの方がアウトサイドの確率上がりましたし、やっぱこう引っかかりがいいというか、なんかこうシュート打つ上でキャッチってすごく大事だと思ってるんですけど、そこのキャッチしやすさっていうところは 3x3 のボールの方がいいかなと思いますね。そうなんですね、はい、うん、あ、ちなみにコメント欄でですね、小岩四葉さんって方から風があるときは重宝しますってご意見がありまして、なるほどと。あれ、ね、外でやられたことも当然あると思うんですけど、どうですか、その風とボールの関係とか。そうですね、あの結構あのいろんなところで大会させてもらうんですけど、あの観客席、はい、風が通らないところもありますし、もう観客席が低くてもうバンバン風通ったりするところは、重くなかったら本当に届かないというか、風にやられるときあったよね、うん、こっちから打たないようにしようっていうふうに決めつけて、すごいですね。ゴルフ的な話ですね。あ、そうですね。なるほどね。あれ、有明選手もそうですか、はい、風対策は。一緒ですね。はい、いや風対策で、なんか
すごく謎だったのは風があった方が入った試合があってちょっと自分を疑いましたね。はい。これはいいタッチだったのか何なのかっていうね。よくわかんない。感覚と大幅にズレがありましたけどね、その試合は。入ればいいので。はいはい、あとはこう光とか太陽との角度とかもありましたね。はいはい、私の、まあ、試合、たまたますごい、はい、カンカン照りの時とかあったんで、そういう時は、はい、もう絶対に太陽を見てシュートを打たないといけないポジションが出てくるんですよ。はいはい、そこは打たないようにとかもありましたね。ちょっとボールとは違いますけど、やっぱその位置とかは、はい、意識したりしたことはありますね。いやー、これは 3X ならではですね。はい。というわけで、本日ですね、取り上げたボールの話のように、いろいろな企画を日本郵政さんのインスタグラムに掲載されていますので、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。はい。というわけで、後半戦参りましょう。すいませんね、ちょっと待ったしてしまいましたが、有明さん。はい。そうですね。後半戦の早速こちらのトークテーマです、はい、5人制で生きる 3XE の経験ということで、まあ、あの 3XE ね、お二人がまあ1年間掛け持ちされたことでも分かる通り、あのピークの時期もずれてますし、あと最近ではあの部活でちょっと5人制で身につもらえない子も気軽に 3X の、ね、大会に出れるなんていうことで、ちょっと掛け持ちしやすい競技だと思いますので、まずね、5人制でどんな経験が生きてるのかっていうお話を聞きたかったんですけど、先ほど忘れないうちにやっておきましょう。馬瓜選手のスリーポイント、どうですか、やっぱり 3X で自信をつけてみたいなとこあるんですか、5人制が再開してから。そうですね、あの、ごめんなさいよ。あの、やっぱりそうやってあのワンハンドでシュートを打とうって思ったのも 3X3 きっかけっていうのもあって、やっぱり急に外でツーハンドに切り替わるっていうのは、まあ、自分的に不安定だなっていうふうに感じましたし、もう全体的に安定させるならあのワンハンドをやろう、でそれを 3X3 でできたら絶対5人制、その後5人制のボールめちゃめちゃ軽く感じるので、本当になんで、あの、そこで鍛えられて、もう、3X3 の中で、あの、打つタイミングもすごく増えましたし、で、自分自身も打って、あの、自信を持って打てるようになったので、そういった意味では本当に大きい変化だったなというふうに思いますね。はい。あの、山本選手、異論あったら言ってください。本当にエアってたんですよ。エアボールしてたんですよ。夢がもう今となっちゃう。自分でシューターって言っちゃうけど。そこまで行きました。私はシューターだと。気持ち大事、ね。気持ちね。私はステファン・カリーだと思ってます。そうそうそう。レブロンどこ行ったんだっていう。まあいいや。確かに。はい、いろいろやっぱり先ほどの話もいろいろ違うじゃないですか、あの、まあ、もちろんヘルプ来る来ないとかオフェンスディフェンスちょっとじゃあ分けて聞こうかなと思うんですけど、まあ、スリーポイントが届くようになった他にはどうですか、オフェンスの、まあ、ショットクロックない状況で持つ機会とかもめっちゃ増えます、ね、あ、オフェンスの個人技とかはもう 3X3 経験してすごい幅が広がったし、やっぱ個人スキルがないとやっぱ 3X 厳しいの、そこはやっぱどんどん身につけようっていう気持ちにもなって、それがまあ5人制では楽に、なんて言うんだろう、ただの1対1ではなく、そのピックのズレとか使った後でもにちょっとのズレから楽に使えるっていうか、その1対1とかじゃなくなるので、そこは本当に 3X 経験してやりやすくなったこと、とあとは自分は体の当て方だったりっていうのはもう 3X3 様様ですっていう感じで様様、うん、まあ、お二人ともね、ドライブでこう当てるの当ててるシーンがちょっともう記憶にすぐ蘇ってくるぐらいうまいと旗から見てても思いますけど、やっぱりそこには 3X のあれがあったわけですね、
はい、有明さんどうですか、お二人 の、 あのプレーを見て変化とか感じます、はい、まずオフェンス面いきましょうか。オフェンスディフェンス両方あの、まあ、変化というかぜひ、はい、なんだろうな、バスケやってるあの皆さんはもう二人のフィニッシュの持っていき方を本当に参考にしてほしいなと思います。あ、これ全然あのお世辞じゃないよ、あの本当に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 あのなんだろうな、こう大きい選手相手でもあのボールをひょいって浮かせるシュートとか当ててちょっとスペースを作って打つとか、そういうあの世界で戦う上でのスキルっていうのは2人ともあの本当トップレベルなものを持ってると思うんですよ。で、この間 の、 あのワールドカップ予選の時も私試合見ててすごくそれを感じて、本当周り選手とか もうギャロップどこからギャロップ踏むみたいな、あのユーロステップかユーロステップの踏み方とか、なんかユーロステップってやっぱりバランス取るのすごい難しいんですけど、そこをちゃんと最後決めきるとか、さっきねあの丸選手あの話してましたけど、あのフィニッシュってすごく大事で、抜けた後のフィニッシュをちゃんと決められるかっていうのもすごい大事なところなんですけど、お二人ともそこのスキルっていうのは本当素晴らしいなと思いますし、私も実はあの山本選手特にあの小さいあのポジションで一緒なので、あの参考にさせてもらったりとかしてますよ。へえ、はい、はい、本当に山本選手のハイライトとか見てめちゃめちゃ見てます私。へえ、はい、うん、はい、すごいなと思います。なるほどね、はい、あと2人なんかやっぱりそれ別に 3X 関係なかったらごめんなさいなんですけど、打ち切ってくれる安心感が、なんかこの打ち切ってほしい場面でちゃんと打ち切ってくれる感がすごい見てて頼もしい感じあります、うん、はい。ディフェンスはいかがですか。はい、どうぞ、ごめんなさい。オフェンス、はい、2人とも。あ、すみません。2人ともよくなんか、まあ、なんでしょう、ボール持った瞬間に追い込まれてる状況っていうのが多いので。持った瞬間に、みたいなことも多いんですけど、そういった時に、なんでしょう、気持ち強く持っていけるっていうのは、エクスリーやってて、うんなんうん、自信を持って向かっていけるようになりましたね。うんうん、ああ、いいですね。3x3 は12分しかないから 3x3 の残り5秒とか 3秒とかすごい焦るんですけど、5人制のなんていうんだろう、3秒5秒とか10秒切っても全然なんか焦りはない感じはして、うん、今同じシチュエーションで前は焦ってたと思うんですね。焦りはあったけど今は時間がないって思っちゃってたんですけど、なんかそういう、うん、なんか時間の感覚とかっていうのも 3x3 経験して、そういう場面でもなんか余裕が持てるじゃないですけど、まあ、焦ってる時もありますけどなんか余裕が持てるシチュエーションも増えたのかなって思う。何でもできる、いや、すごい。ちなみにディフェンスはいかがですか。ディフェンスがそれこそ山本選手なんか、はい、あれですね、結構そのポストとか普通だったら今まで守る機会めっちゃ少なかったはずのところをガシガシ狙われる立場ですもんね、 3x3。 そうですね、 3x3 だと狙われるので、なんかそこら辺の体の使い方もそうですけど、まあ、ファールにならない程度の手の使い方だったりボールの狙いどころだったりっていうのは結構体験できましたね。嫌な、うん、言われて、いや本当すごい、うん、すごいディフェンスでした。本当にでしたというかですですね今も。うん、あのなんだろう、プレッシャーのかけ方、やっぱ12秒しかないんで、ディフェンス側はもう少しでも1秒でも削った方が勝ちなんですよね、うん、プレッシャーをかけ続けるとそれだけでボールをこう例えばアークの外に出す、そこから攻めるので、そのアークに出るまでもすごいディフェンス頑張っているんですよ、うんうんうん、なので相手の、オフェンスの時間っていうのを相当削れてるっていうのは、あの日本チームのプレッシャーがあったからだなというふうに思ってますね、見てて。はい、なるほどね。でもそこもやったらマジ疲れますよね、うん、シュート終わったらもうすぐそこからアークに出さないのをやる、ね、いやいやいや、いや、あ、スタミナとか上がったんですよ、疲れてる感じしない、うん、疲れてるよね、疲れてますね、スタミナないな。本当になかなか、どうですか、5人制に戻って
ちょっとスタミナ上がってんじゃねとか思いました。あ、いやでもやっぱ違うんですかそれは。違うきつさがあります、ね、ああ、そっかそっか、そこは違うんですねやっぱり。やっぱコート広いですし、うん、フォーメーションもあるし、なんかいろんな逆にいろんなことを考えながらやってるかもしれないんですけど、でもやっぱり交代があるっていうのはすごく大きいなとは。そっか、しばらくね休憩できるから3秒じゃないから3秒じゃないんで、それはすごく大きいな。分単位なんでね、なるほどね。はあ、じゃあちょっと気になったんですけど、めっちゃ転戦して、で、初めて 3X、さらにこう、4人チームの中のお二人ってことで、なんかこの連携みたいなのってさらに高まったりしたんですか？ああ、どうですか？もうずっとやってるんで、そこは結構自分がもらいに来てほしいタイミングで来てくれたりとかっていうのは本当に、ステファニーさんとかすごいやりやすいですね。なんとなくなんか、うん、目合いはなんとなくやりたいんだろうなっていうのは分かるんですけど、たまにめちゃくちゃ真逆なこともフェンス同士なるほどね、はいはい、でちょっとコメントを拾います。あ、これあればでいいんですけど、まあ、ちょっと緩いのでいいんですが、パンカルビさん、オリンピックの裏話的なのが聞きたいです。裏話、あー、そうですね。どこまで表に出てるのか分かんないけど、裏じゃなかったみたいなね。そうですね。面白いエピソードぐらいでも全然。いや、ハードル上げてくれよ。いやーもう最初のじゃんけんが面白すぎたね。ああそうだね。これもしかしたらもう思って出てるかもしれないですけど、はい、部屋決めをしたんですよ。選手村で着いた瞬間に、で部屋決めをするときに4つ部屋があって、日の当たる部屋が2つ、当たらない部屋が2つあった、はい、でそこまあ普通だったら先輩どうぞってなるところを、ですよね、ですよね、ババ抜きしようってで無駄に時間かかるババ抜きを20分ぐらいやって、でしかも1位になったのが山本一番年下だ。お、そして日の当たる部屋にしました。しました。速攻ですね。さすがですね。もう日の当たる、なんだろう、大きい部屋当たる大きい部屋とちょっとちっちゃい部屋があって、そこはちょっとちっちゃい、はい、日は欲しいと。ただ一番いいのは気が引けるんで。そうなるほどね。自分2番目だったんですよ、まさかの。もう一番チョイス難しい。うん、確かに難しい。いろんなちょっと忖度を考えてしまった一瞬で、で自分日の当たらないマシな方の部屋を。なるほど、残り2人が天国か地獄だったんですね。篠崎さんだったんで、篠崎さんが日の当たる大きな部屋を取って、で結局西岡さんは一番日の当たらない部屋で過ごしましたね。はい。でもどうなんですか、お二人先輩でも優しそうな感じ。あ、二人とも、まあ、それがだって、それができるぐらいだから、まあそもそもそんなに怖くないです、多分。本当に優しいで許してくれたね。まあでも5日間だけだったんで、本当にもうその日は1日遊び、あの選手村をめちゃめちゃ暑かったんですけども、遊び回って全部、そこから全部試合だったんで、はい、はいはいはい、ですね、はい、なるほどね、はい、なるほどなるほど。選手は今ね、時間がね、今僕すごく海外遠征の話を聞きたくなってきたところなんですけど、7時55分という時間が今目に入ってしまって我に返りました。早いですね。早い、
お二人やっぱ面白いですね。まあインサイド暁の時点でね、薄々気づいていましたが、素晴らしく盛り上がるライブライブになってありがとうございますということで、じゃあちょっとね、ここで、トークテーマ4ということで、ダイムの近況報告。なんか山本さんのお姉さんが1年間ダイムでプレイされてたということで、はい、当然 3X の推しチームは東京ダイムということでよろしいですか。はい言わせてる感満載の言わせてる。はい、そんなわけで、じゃあ有明選手すみません、近況報告の方よろしくお願いします。はい、はい、あ、ちょっと近況報告の前にいいですか。本当山本選手のお姉さん、はいはい、私一緒にやってるんですよ1年間。あ、そうか、そうか、なるほどなるほど、うん、はい、本当山本選手みたいな感じです。なんていうか、ドライブも似てるんだ。はい、いや、もう似てます似てます。もうプレーもドライブもギュンギュンでしたし、もう外もクイックで打てますし、スキルもあるし、もうとんでもない姉妹だなと思ってました、見てて本当に、うん、3XA にもすごい合ってるなって思いましたし、うん、一緒にできて本当に嬉しかったですというのをとりあえず話したいなと思って、はい、いやいや貴重なお話ありがとうございます。はい、はい、本当に本当に。で、何でしたっけ、緊急報告、はい、緊急報告ですね。はい、はい、はい、まずですね、ダイムの、男子の方ですね、男子の方なんですけれども、ダイムの、まあ、初年度から、ダイム本当に歴史のあるチームなんですけれども、初年度から、まあ、チームを牽引して、引っ張ってきた岩下選手がですね、現役引退の方を表明していまして、うん、はい、まずそちらとですねっていうのを、はい、改めてここでご報告させていただきたいなと思うのと、あと私もですね、やっぱり岩下選手を見てて、練習場一緒なんですよ、男子と女子で同じ時間で練習してるんですけど、やっぱりこう誰よりも声を出してるんです岩下選手って。本当にコートの外でも中で喋り続けて、リーダーシップを発揮していて、もうそういう姿勢ですよね。なんかこうプレーはもちろんですけど、そういうチームのためにできることっていうのを常にこう表現してた選手だったなというふうに思いますし、これ絶対言いたいと思ったんですけど、ものすごくジェントルマンなんですよ。なんかドアとか部屋とか入るときとかもドア開けて、ダイムの女子選手とかは先どうぞって絶対女子選手を先に出せたりするんですよ。はい、もうそんなことされたことないんで、あんまり、はい、なんでもうされたことないんで、はい、もうどうぞって高身長になってくれた岩下選手になられるともう、はい、本当にそういう本当すごい紳士だし、人間的にも素晴らしい選手だと思うんですよね。その選手がまあ今回引退されるといったところでですね、はい、皆さんぜひ、まあ、最後、ついでになんですけど、3月21日にダイムのイベント予定してますので、はい、うん、そこでですね、岩下選手の引退セレモニー的なイベントも用意されてるみたいなので、皆さんぜひ3月21日、はい、はい、明日かな、正式リリースあるみたいなんですけど、チェックしていただければというふうに思いますというのが、すいません、まず1点で、ダイムのツイッターですかね、はい、ダイムのツイッターで、そうですね、3月21日のイベント皆さんフォローしてください。はい、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、であとは2点目ですね。はい、来週、今週の、土日に、日本選手権が開催されます。お、はい、まあ、女子今回、出場させていただくんですけども、まあ、ロスターは、森本選手、小池選手、まあ、吉武選手、私の4人で、戦わせていただくんですけれども、まあ、土日ですね、トーナメント戦になっているので、まあ、一発勝負の戦いになりますと。で、一応この大会は昨年準優勝の結果をまあ残させていただいたんですけども、もうすごく悔しくてですね、もうちょっとって言ったところでもう負けてしまったという、本当にもう久々に本当に悔しい思いをしたので、その忘れ物じゃないですけど、それをしっかり取りに行けるように、はい、頑張りたいなというふうに思っていますというところで。いや、頑張ってください。日本一ね、はい、日本一目指して頑張ります。はい、頑張ってください。そうなんですよ、はい、頑張ります。なんか
男子の方は予選でちょっと敗退はしてしまったんですが、なんか日本選手権もやっぱりこういう情勢なので、欠場チームがあったりもするかもしれないんでね。岩下選手、それがあったら、もし仮に敗者復活的なんでポコッと入れることがあったら出るという噂を聞きましたんで。そうなんですよ。それもね、最後の一試合見たいですよね。うん、そうですね。はい。そんなことあればですよね。はい。してるんですけど、この可能性もまだ、はいはい、あるという状況です。あるという話ですので、はい。というわけで、週末はダイムを応援してほしいんですが、ここからね、じゃあ、この続けざまに行きますか。お二人もね、はい、週末ありますから、ちょっとじゃあまず告知をお願いしますか。どちらと戦うんですか、はい、この週末は。私たちはですね、兵庫県で富士通レッドウェーブさんと、強い。試合がありまして、本当に1ヶ月間代表活動があって、そこの中断期間が終わってから最初の試合なので、このチームにとってすごく重要な一戦として、オールジャパンで負けているチームなので、その時の思いを、2試合土日ですね、26日と27日にぶつけてこようかなと思っているので、ぜひ、まあ、近場の皆さんこちらにもそうですね関西の方はトヨタ自動車、そうです、ね、関東の方は東京ダイム足を運んであれ足を運んでって日本選手権で有観客、いやそれまだ決まってないですね、まだ決まらない無観客ってはいすいません今多分情報で無観客って話があって、はい、じゃあもうあれですね、あ無観客なんですね、すいません私が情報するから、はい、配信で、はい、ごめんなさい、配信で関東の、はい、兵庫県に行けない関東のファンは配信でね見てください。東京ダイム。よろしくお願いします。はい、はい。そんなわけで、第8回、ダイムライブですね。いかがだったでしょうか。盛り上がってもう、ほんとあっという間で、ちょっと何個かね、まだ聞きたいことがこう頭の中にはある状態ではあるんですかね。ちょうど切り替え8になってしまいましたので。はい、では、最後に。あれですか、はい、告知、もうちょっと私言ってしまっていいですか、お二人の。お、まさか、はい、有明理事、まさか有明理事、はい、あ、すいません、その顔でじゃあ行かせていただきますけどですよね、今週含めてあと4チーム残ってるのかなと思っていて、はい、今週は富士通レッドウェーブで、来週はデンソーアイリスさん、その翌週は三菱電機さん、その次はアイシン AW さんという、スケジュールになっていて、すべて代々木第二体育館、今週以外は代々木第二体育館の予定なので、はい、関東にお住まいの皆さん、まあ、関東以外の方もぜひぜひ代々木にお集まりいただければなと思います。あと、W リーグオールスターというのもですね、開催を予定されています。もともと1月に実施する予定だったんですけども、ちょっとコロナの影響で延期になってしまいまして、5月ですね、5月の4日5日に、実施予定になっております。開催予定です。でお二人はチーム原宿、ネーミングはチーム原宿に、これは有明さんがネーミングつけたっていうことですかね。いやいやいや、原宿、そんな原宿対渋谷でしたっけ。原宿、はい、原宿対渋谷、はい、出たとこなんですけど、代々木で戦う、代々木で、はい、オールスターにも、出場されますので、ぜひこちらの方もご注目いただければと思います。頑張ってください。さすが理事、ありがとうございます。というわけで、いいというわけで視聴者の皆さんもね、ありがとうございました。1時間ライブ、そして、マウリ選手、山本選手、ありがとうございます。最後にこれ見てくださった方々にちょっとお二人からコメントいただければと思います。じゃあマウリ選手からよろしくお願いします。本当に長い時間すごく楽しかったです。こっちに参加させていただいて、なかなか皆さんとこうやって接する機会がないので、本当にこういった機会をいただけてありがとうございます。これからも 3x3 も5人制の方も頑張るので、ぜひ応援の方よろしくお願いします一緒に行ったみたいな楽しみ、はい、一緒に行ったふうになってますが、これ締めですよ俺、ね、逆のが良かったかなって今思っちゃったけど、山本さんもう最後ありがたいお言葉聞かせていただいて締めのそうですね、本当嬉しくて1分間本当にあっという間で
それであえず楽しかったです。とりあえず楽しかったです。22歳なので、あ、そうですね、これからも、まあ、二足のわらじということで、頑張っていきたい。うまいじゃないか。おお。若さは武器だから。しまったしまった。若さは武器なんで。若さは武器だから。はい。というわけで、改めて馬瓜選手、山本選手、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。1時間見てくださった視聴者の方もありがとうございました。これにて第8回ダイムライブ終了となります。第9回もお楽しみにしてください。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。急な宣伝名乗りお願いします